sports. It's in the game.今日は親善試合が行われます。実況は私西岡明彦、解説は堀池拓実さんです。本日のマッチアップは FC バルセロナ対レアルマドリード。私を含め世界中のサッカーファンがこのエルクラシコを楽しみにしていました。世界でも1、2を争うクラブの対決です。少し前まではバルセロナが優勢でしたが、最近はレアルも盛り返していますよね。楽しみなライバル対決です。堀池さん、このマッチアップには本当に期待してしまいますよね。クリスティアーノ・ロナウド対リオネル・メッシ、この2人の対決どうご覧になりますか？まずはクリスティアーノ・ロナウドですが、俊敏かつ柔らかいボールタッチが持ち味の選手ですね。ボールが足に吸い付いているようですよね。一方メッシですが、ショートパスでの連携がこの人の持ち味ですね。ワンツーで綺麗にかわしていくプレーは見事ですね。どちらのエースが先にゲームの流れを引き寄せるのか、お手並み拝見といきましょう。こちらがバルセロナの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 ですね。前線に3人のフォワードを並べて相手にプレッシャーをかけます。
堀池さん、レアルマドリードはリーグ戦だけではなくカップ戦、チャンピオンズリーグでも何度も優勝しています。はい、どちらも最多優勝を記録していますね。降格したことはただの一度もありませんね。バルセロナキックオフ、試合開始です。ボールを運びゴールに襲いかかります。マスチェラーノ、ラキティッチ、ブスケス、ネイマールが抑えます。ハメス・ロドリゲス、ネイマールが絡んでいきます。ここにはイニエスタがいました。気は抜けない展開です。コーナーキックのチャンスはバルセロナ。中にボールが入る。うまくクリアしました。ブスケス、ラキティッチ、メッシ、ロドリゲス、フィールドの中盤でボールを奪いました。ラキティッチ、どうだ、止めた、ボールが転がる、中に人は、これは惜しい、ヘッドは浮いてしまいました。まあいい形でしたから次は決めるでしょう。ペペ、この選手がベイルです。ミッドフィールドでボールを取りました。抜群の存在感、ペペ。試合はゴールキックから再開となります。今のシュートをもう一度見てみましょう。選手がラキティッチです。ここにいますイニエスタ、危険な位置です。緊張感が増してきます。決まるか。メッシのシュートですがミスになりました。ここにはセルヒオ・ラモスがいました。クロース、ベイル、ボールはキャッチされます。ネイマール、ジョルディ・アルバ、メッシ、イニエスタ、シュートでしたがこれは決まりません。残念そうにしています。はい、絶好の場面でしたからね、頭も抱えますよ。
ルバハル、ベイ、カルバハル、上がった、止めた、弾いた、形でゴール前まで持ってきました。スアレス、勝ち越しとはなりませんでした。ルカモドリッチ、クリスチアーノロナウドが出てきます。バルセロ、ロドリゲ、ここにはイニエスタがいました。ジョルディ・アルバ、ダニエル・アウベス、ここにはイニエスタがいました。アルバハル、ボールにはクロース、ガレス・ベイル、さあスタジアムのテンションが上がります。ここで打つ、ポスト、ゴールだ。カメラ、先ほどのゴールをご覧ください。